皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、散りゆく猛将たち。長篠で最後を迎えた武田家重臣たちとその後継ぎ、ということで今回のコツバチャンネルは信玄公の死に続き、武田家の節目となる長篠設楽原の戦いで散った武田家重臣たちとその後継ぎとなった人物について紹介したいと思います。武田家臣団ファンは多いと思うのですが、この戦いは切なくなってしまいます。この長篠設楽原の戦いは酒井忠次、金森長近をはじめとする飛ヶ巣山の奇襲から始まりまして、長篠設楽原で数時間に及ぶ激戦が繰り広げられていきます。武田方の主将の多くが撤退に伴う追撃時に戦死したと言われています。それぞれ信玄公の時から仕えた者たちが多く、信玄公に見出され成長した猛者たちはどのような思いで最後を迎えたのか、武田家の行く末を案じていたのか、信玄公のおそばに行けると思ったのか、想像することしかできませんが、勝頼を逃しつつこの地で散っていくことになります。それでは散っていた猛将たちを紹介していきたいと思います。不代家老衆山形三郎兵衛の城正影、言わずと知れた武田家宿老で駿河の国江尻城代を務めています。信玄の下で成長し、武田家に欠かせない人物となっています。おぶ一族となりますが、信玄の父信虎により粛清された山形氏の名跡を継ぎ、信玄の命で山形姓を名乗っています。川中島の戦い、飛騨侵攻、御馳峠の戦い、駿河侵攻、成城作戦と主たる戦いには必ず参戦している人物です。江尻城代として駿河、遠江、三河の国の軍事を掌握しています。長篠の戦いでは決戦論に至るまでについては数々の説はありますが、最終的には勝頼が決戦を決断したためこちらに従うことになります。決戦当日の2日前には正影は同じく不代家老衆の馬場信春、土屋正次と共に大通寺の裏にある泉で水を汲み、別れの水杯を交わしたと言い伝えられておりまして、信玄公以来の宿老たちはこの戦いが最後になることを覚悟していたと思われます。戦いが始まると突撃を繰り返すも、織田徳川方の鉄砲と弓の攻撃により甚大な被害を受けています。この壊滅的な被害を受けた結果、午後2時頃には武田軍は退却を開始しますが、この退却に対して織田徳川方が追撃を開始し、この三郎兵衛の城正影はこの追撃の最中討ち死にしてしまっています。47歳であったと言われています。この正影の後は子供の正光が後を継いでいます。不代家老衆としての立場は変わりませんが、江尻城代は穴山信忠に代わっておりまして、代わりに同じく駿河の国の田中城代に任じられています。そしてその7年後の1582年には甲州征伐により捕らえられ処刑されてしまっています。山形家にはまだ続きがありますので、これは別の機会に紹介したいと思います。続いて不代家老衆内藤首里之助正秀、この人物も信玄に見出された武田家の宿老となり、神津家の国箕輪城代となります。工藤氏の出となりますが、信玄の命で武田家家老であった内藤氏の名跡を継ぎ、内藤首里之助を名乗っています。川中島の戦い、御馳峠の戦い、成城作戦にも参戦している人物です。箕輪城は関東の入り口で北条上杉と接する重要な地となっており、ここを任せられる人物ということで信頼が厚い人物になるかと思います。長篠の戦いの際は左翼に配置され戦っておりまして、本田忠勝隊にたどり着いたとされますが、部隊は討ち取られてしまっています。そしてこの首里之助正秀は追撃戦の最中に討ち取られ、54歳で生涯を終えることとなります。この正秀は実子には恵まれず、信濃の国の国衆で槍壇城として知られる保科正俊の子供の正明を養子として迎えています。そして首里之助正秀の戦死に伴い、正明が後を継いでいます。抗争同盟の破綻により神津家は最前線となり、正明は箕輪城代に任じられています。1582年には甲州征伐により武田家が滅亡すると、織田家の滝川一正に下っています。その後は北条氏直に下り、北条家家臣として1588年に生涯を終えています。続いて不代家老衆馬場美濃の神信春、武田信虎、信玄、勝頼に仕えた猛将で70以上の戦場に出ておりますが、生涯無傷であったと言われています。
甲斐信濃の国境を守っていた三河州の京来氏氏の出とされておりますが、信玄の命により馬場氏の名跡を継ぐことになります。諏訪侵攻、川中島の戦い、駿河侵攻、御馳峠の戦い、清浄作戦にも参戦し活躍しております。そして牧野島城代を務めている人物となります。長篠の戦いの前には山形正景、土屋正次と水杯を交わしており、最後の戦場となることを覚悟していたと思われます。この戦いでは右翼に配置され、佐久間信盛隊に突撃しています。一時的に信盛勢を押し込みますが、数で劣勢となり、信春は勝頼に退却を進言し、織田徳川が猛追してくる中、新狩りを務め勝頼を退却させ、十分役割を果たしたところで討ち死にしたと言われています。62歳で生涯を終えることとなりました。この信春の新狩りでの活躍に信長は信春の武勇を褒めたたえています。信春の後は子供の馬場信忠が後を継いでいます。病弱であったと言われておりまして、1582年の甲州征伐の際は深市城を守りますが、織田裏久斎に城を明け渡しており、その後詳細は分かっておりませんが、討ち死にしたとも処刑されたとも言われています。続いて不代家老衆原隼人正胤、武田家の重臣にして陣馬奉行を務めている人物となります。信玄の側近として実務に長けた人物で、取り次ぎを務めています。一時は信玄の官気を被ったとされますが、その後許されており、駿河の国大宮城代を務めています。清浄作戦にも参戦し、そしてこの長篠の戦いでも左翼に配置されたと言われています。そしてこの戦いで原隼人正胤、武田は討ち死にすることとなりますが、この時45歳だったと言われています。この正胤の後は嫡男の原正秀が後を継ぎますが、1580年に戦傷が元で亡くなったとされ、あとは弟の定胤が継ぎ、武田家滅亡後は徳川家に仕えることとなり、家は続いていくことになります。続いて不代家老衆土屋右衛門尉正次。信玄の奥近従六人衆の一人として信玄のそば近くで仕えた人物となります。信玄の寵愛を受け成長していき、第四次川中島の戦いで初陣を果たし、清浄作戦にも従軍しております。この清浄作戦の三方ヶ原の戦いでは、徳川方の猛将鳥居忠広を一騎打ちの末討ち取っております。信玄が亡くなると後を追おうとしますが、春日壇上に止められたと言われています。長篠の戦いにも参戦し、決戦の2日前には先ほどの山形正景、馬場信春とともに水杯を交わし、最後を覚悟しています。設楽原では右翼に配置され、攻撃を開始し馬防柵まで達するも、ここで戦死してしまっています。この時正次まだ31歳という若さになります。首は織田方には奪われず、従者が持ち逃げるも途中で埋めたと言われています。正次には後継ぎがおらず、弟で後に武田勝頼の切腹の時間を稼ぐため、織田方を切りまくり、片手千人斬りの異名がつけられる土屋創造正常が後を継いでいます。続いて不代家老衆甘利豪左衛門信康。信玄を支えた甘利虎安の子供として生まれております。信玄勝頼に仕えておりまして、父が亡くなると兄の甘利信忠がその後を継いでいます。しかし兄の信忠が亡くなると、信忠の子信頼が幼かったことにより名代であったと言われています。清浄作戦にも従軍しており、長篠の戦いでは激戦地として知られる柳田前で切腹したと言われています。続いて武田家御一門衆川久保兵庫之助信真。武田信虎の子供で信玄の異母弟となります。青年は不明ですが、御一門衆として清浄作戦にも参戦しておりまして、川久保の姓は甲斐の国川久保村を領有していることから、その姓を名乗っています。長篠の戦いにも参戦し、長篠城を取り囲む飛ヶ山砦の守備を担当しています。この飛ヶ山砦には決戦当日の早朝に酒井忠次率いる織田徳川軍の別動隊が奇襲をかけています。主に武田軍は長篠包囲には計3000名を残し、本軍は設楽原に移動させておりまして、4000の別動隊に奇襲され、兵数には差があるといえど、この信真は配下の小宮山隼人助と共によく守り、菅沼貞光方を一時押し返すも、最後は防ぎきれず戦死してしまっています。ここにまた一人信玄の弟が亡くなることとなります。
信真には子供に川久保信俊がおりまして、父の戦死により家督を継ぐこととなります。ほとんどの武田一族は1582年の甲州征伐で処刑されておりますが、この信俊は家康に仕えています。続いて武田家御一門衆、望月左衛門の丞信長、信玄の弟の天球信繁の三男として生まれています。兄の望月信頼が望月家の養子となっておりましたが、第四次川中島の戦いの後に亡くなっておりまして、信玄の命によりこの左衛門の丞信長が望月信政の養子となっています。1575年の長篠の戦いに参戦し討ち死にしてしまっています。続いては勘定奉行衆、市川宮内之助政房、父の市川備後守も信玄の側近として仕えておりまして、この政房は勘定奉行を務めています。1570年から諏訪の高島城代を任せられている人物です。しかし長篠の戦いで戦死しておりまして、その後の高島城代は今福長官祭の息子の今福政和が務めています。弟の市川内膳の将もこの戦いで討ち死にしておりまして、これにより市川氏は市川政頼が継ぐこととなり、後に家康に仕えることとなります。不代家老衆、春日壇上の子春日源五郎正純、武田家宿老で海津城代を務める春日壇上虎綱の長男として生まれています。長篠の戦いには父春日壇上は参加しておらず、海津城で信濃を守っています。武田軍は奥平信政のこもる長篠城を取り囲んでおりましたが、織田徳川軍との決戦のため本隊は設楽原に移動し、この春日源五郎正純は長篠城の西側の鳴海村に長篠城の抑えとして布陣しています。しかし決戦当日の早朝の飛び笠山への酒井忠次率いる別動隊の奇襲により、5つの砦が落城し、その勢いで鳴海村の正純軍にも襲いかかり、この正純は戦死してしまっています。父より先にこの世を去ることとなりますが、これにより父の後継者は弟の信達となり、父の死後後を継いでいます。紅葉軍艦では父春日壇上はこの戦いで敗れた勝頼を信濃の国駒場で出迎えておりまして、衣服や武具を変えて敗軍の将に見えないように対応したと言われています。この戦いにより武田家の宿老はこの時点では春日壇上だけになってしまったと言っても過言ではありません。続いて足軽大将、横田十郎兵衛安影、横田という姓になりますが、父は武田家中切手の猛将原美濃守虎種となります。横田隆俊が砥石崩れで戦死した後に、この安影が婿養子となり横田家を継いでいます。義理の父の横田隆俊は他国出身となりますが、武田家仕官後に多くの戦功を挙げています。この安影は鉄砲の名手として知られ、多くの戦いに参戦しており、清浄作戦にも参戦し功を挙げています。しかし安影は長篠の戦いで3人の子供たちと共に討ち死にすることになります。安影の後は末子の横田忠俊が後を継ぎ、横田家の名跡と鬼美濃として恐れられた原美濃守の家系を繋いでいき、徳川家に仕え旗本となっています。続いては足軽大将、西草影右左衛門の丞正貞、信玄の奥近十六人衆の一人となり、信玄に見出され育てられた武将となります。山形正景が頼親となり藍園屋となります。山形姓を与えられておりまして、正貞にかけられた期待が大きいことを伺うことができます。長篠の戦いでは設楽原の勝頼軍本体には加わっておりません。飛び笠山砦の周辺砦の一つの乳母ヶ懐砦を弟の森吉森光と共に守備しますが、酒井忠次率いる別動隊の奇襲を受け、本田広隆隊と戦い奮戦しますが、数に劣る武田軍は押され、正貞森吉森光の三兄弟は討ち死にしてしまっています。信玄公に育てられた正貞は39歳で生涯を終えることとなります。その後の西草家は正義が家督を継ぎ、正貞のこの森吉は分家となり旗本として続いていくこととなります。続いては原仁四郎正胤、本日原正胤2人目の登場ですが、あの原正胤は原隼人助正胤となります。こちらの仁四郎正胤は武田家の猛将で鬼美濃として恐れられた原美濃守虎種の次男となる人物です。兄には先ほど紹介した横田康景がおりまして、兄康景が横田隆俊の婿養子として横田家に行ったことにより、父虎種が亡くなった際には家督を継承しています。しかし長篠の戦いで討ち死にしてしまっています。
この陣代正胤の後は息子が松代藩真田家に仕えており、家系が続いていくこととなります。鬼美濃の血脈が受け継がれていくことは歴史ファンとしても嬉しくなってしまいます。続いて信濃先鋒州真田源太左衛門の城信綱、真田兵部の城正輝兄弟。父は真田壇上の中行綱で、その長男として信綱、次男として正輝が生まれています。信綱は真田家切手の猛将というより、武田家中においても随一の猛将となります。第四次川中島の戦い、三瀬峠の戦い、清浄作戦でも活躍し功を挙げています。弟の正輝は小将として信玄に仕えておりまして、出世の登竜門となるムカデ衆となっています。兄信綱と同様、主たる戦場には参戦しておりまして功を挙げている人物です。長篠の戦いでも信綱、正輝ともに右翼に配置されておりまして、織田方と激戦を繰り広げておりますが、兄弟揃って討ち死にしてしまっています。真田家は弟の正幸が無事だったので後を継ぐこととなります。正幸は子供の信繁かっこ幸村にも信綱のようになってほしいと願っていたとされます。これを考えると、真田壇上の中幸綱の子供たちは本当に優秀な人材が多いことがわかります。そして真田家が出てきたので、その二人に従い長篠の戦いで討ち死にした真田衆を紹介したいと思います。川原宮内之助正義、川原新十郎正忠、時田長則、この三人は兄弟で、真田家臣の川原丹波の神高政の子供となります。川原高政の妹京雲院が真田幸綱に嫁いでおりまして、信綱、正輝、正幸が生まれています。ちなみにこの京雲院は大河ドラマ真田丸では草笛光子さんが演じられておりまして、坂井雅人さん演じる源次郎信繁がおばば様と呼んでおりましたが、そこで登場している女性となります。なのでこの長篠の戦いで亡くなった川原三兄弟は信綱、正輝とはいとことなり、一日で一族が5名も亡くなっているということになります。そして真田家の藍備えの神原筑前の神重澄、この人物は吾妻軍の国衆で真田家に属しておりますが、長篠の戦いで討ち死にしてしまっています。そしてその後はこの重春が家督を継承し、真田家に仕えていくことになります。真田家にとって長篠の戦いは非常に辛いものとなったかと思われますが、正幸も優秀な将であったことから、ここから真田家を盛り立てていくこととなります。続いて光月先鋒州安中左近大夫景重、光月の国の安中城主で、光月の国の薄井郡を本拠地とする国衆となります。もともとは武田と敵対しておりましたが、降伏し安中城を安堵され、武田家に属することとなります。長篠の戦いでは安中景重は討ち死にしており、安中勢は全滅したとも言われています。この後に安中氏は息子の七郎三郎が継いだとされ、1582年の甲州征伐の後に織田家に属し、その後北条家に属しますが没落したと言われています。続いて光月先鋒州和田右兵衛の大夫成重、光月の国の国衆で、もともとは山の内上杉に仕えておりましたが、北条上杉と属し、最終的には武田家の西光月侵攻後に武田家に属しています。長篠の戦いでは君が伏戸砦を守備しておりましたが、坂井忠次率いる別動隊の奇襲を受け戦死してしまっています。この後は和田家は婿養子で、信玄勝頼の側近の跡部勝助の子の信成が後を継ぎ、その後も家系は続いていくこととなります。続いては武田水軍土屋武前の神定綱、もともとは今川家臣でありましたが、武田軍の駿河侵攻の際に武田信玄に下っています。海を欲していた信玄はこの定綱を中心に武田水軍を編成することとなります。岡部一族ということで岡部姓を名乗っておりましたが、信玄より土屋姓を与えられている人物となります。この定綱には実子がいないことから、金丸家より養子としてあの土屋創造正常を迎えています。水軍の将ですが、1575年の長篠の戦いでは討ち死にすることとなり、戦場を勝頼と共に脱した創造正常が後を継ぎ、勝頼を支えていくこととなります。続いては武川州足軽大将米倉丹後守重次、この米倉丹後守は足軽大将であり、かつ武川州となります。軍事面で数々の活躍を挙げている在地武士団となります。この在地武士団も武田家分流一条氏の分流となります。主に信濃海の国境を本拠地としておりまして、釜無川の西側で御勅使川の北側の地域で現在の北杜市周辺を本拠地としております。
国境を守り合戦時には最前線で戦うなど武田家でも重要なポジションとなっております。この米倉丹後守は甘利氏の同心とされておりまして、武勇にも優れた武将となります。三方ヶ原の戦いでも軍を率いて前線に布陣しています。この長篠の戦いでは甘利衆が山形隊に属していることから、ここに属して攻撃に参加していることが伺えます。しかし米倉丹後守はこの戦いで討ち死にしてしまっています。他にも向川衆で青木和江の守も参戦しておりますが、こちらも討ち死にしてしまっています。ということで今回は長篠の戦いで散りゆく猛将たちということで、この地で最後を迎えた武田家重臣たちを紹介させていただきました。今回はそのほんの一部ということで、多数の家臣団がこの戦いで戦死しております。そしてこの1575年から怒涛の7年間を武田家は過ごしていくこととなりますが、今回紹介した重臣たちや紹介できなかった長篠で散った重臣たちの子孫や一族も1582年まで奮闘していたりもしますので、また武田家についてたくさん上げたい動画がありますので、別の機会に紹介させていただけたらと思います。この度は骨場チャンネル最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。